どうも皆さん、こんわぎあぎたと申します。来ましたね、鉄道4号線が。まあ、PV を見た感じだったらね、今回のシーズン4のシーズンパスに登場してきた幻想体たちが登場するということで、いやね、ストーリーの方で出てこないから、もしやと思ってましたが、まあ、満を持して、今回登場してくるということで、そんな鉄道4号線で猛威を振るうであろうエゴを5つね選んでみたので、そちらについてね語っていければなと思います。まあやっぱ何せね、鏡屈折鉄道は今のリンバスでの最高難易度コンテンツなので、今回ね紹介するエゴの他にも、このエゴ強いんじゃないの、こういう使い方だと面白いかもねみたいなね意見だったり、まあ、人格等々のねこうおすすめなどがありましたら、よかったらねコメント欄の方に、コメントの方よろしくお願いします。では早速参りましょう。まあやっぱね、最強エゴと聞いてね一番最初に思い浮かんだ人も多いんじゃないでしょうか。水袋ですね。なんかもうこれに関してはね、多くを語る必要はもうありませんよね。もう毎度毎度のことながら、もう本当にね初めてのシーズン1のこの暴力と言ってもいいほどのこの回復力、全ての味方に精神力を15負けるっていう、このねもう最強ヒーラーとしてのこの性能がやっぱり鉄道においてもね要になってくれるかなと思います。まあそもそもメインストーリーとかとは違って、精神力とかねエゴ資源が鏡ダンジョンみたいな感じで引き継ぎにはなってくるんですけど、いかんせんやっぱこうエゴを撃った時とかね、あとはもしかしたら今回の幻想体敵の中にも味方の精神力を削ってくるカエルみたいなタイプがいないとも限らないので、鉄道において精神力を増やしてくれるこの水袋っていうのは、どの局面でもね活躍してくれるんじゃないかなと思います。まあ憂鬱嫉妬っていうね、そもそも最近追加された人格とも相性がいい資源っていうのもあって、これは今回のやっぱ鉄道4号線のみならず、今後ねもしかしたら一生使っていける高難易度のお供になってくれる英語なんじゃないかなって感じがしましたね。そして2つ目は氷の足です。やっぱりこの鉄道ってなってくると、普通にねクリアするだけでも難しいんですが、何ターン以内にクリアっていう、そのターンのね制限があるので、やっぱ最高報酬バナーとかをゲットしたい人にとっては、どれだけダメージを稼げるかっていう話になってきた時に、やっぱこう鎮戦、氷の足のぶっ飛んだね鎮戦の付与が結構上げられるんじゃないかなって感じがするんですけど、まあそもそも結構強かったです。覚醒のみならず侵食をね打って鎮戦をつけるっていうムーブが普通に強かったんですけど、やっぱシーズン4のね前半が鎮戦結構強化されたっていうのもあって、シーズン4前半組鎮戦パーティーがもしかしたらね今回の鉄道でも結構輝くんじゃないかなっていう感じがしてるんですよ。まあやっぱそういう点から見ても、今回のねシーズン4の前半組で氷の足自体が強化されたと言っても過言ではないと。鎮戦をつけまくってって敵の体力をゴリゴリ削って、なるべく短いターンでボスとかをね倒していくっていうムーブがぶっ刺さってくるんじゃないかなとは思いますよね。まああともう一つ強いて言うなら、メインストーリー第6章の時に出てきた雑魚敵もしくはボスも多分登場してくると思うんですよね。ってなってくると、そう打撃、さっきの水袋にも共通して言えることなんですけど、打撃属性のね攻撃がもしかしたら重宝するんじゃないかなと。打撃でね殴れるエゴっていうのはかなり今回強いんじゃないかなと思います。というわけで3つ目は盲目ですね。まあ、こちらに関しては前回のね3号線の時に雑魚が大量に出てくる、人魚がね湧いてくるステージがあって、今回もしそういうステージがあるなら、こういう荷重値が多いエゴも多分刺さると。その中でも個人的に推したいのはやっぱ盲目ですね。まあ強豪エゴとしてね、こちらのキツネ飴がやっぱ上がってくると思うんですけど、こちらに関しては最近ちょっとねやっぱ需要が下がってきてるんじゃないかなと。もちろんね、もちろん強力なんですけど、こうなんか耐打ダメージ増加っていうのがどうしてもねなんか最近光ってないなっていう感じがして、それこそねこちらは一応その味方に対しての精神力回復はあるんですけど、パッシブでのね毎ターン3っていう、まあ本当に微量なんですよ。水袋ほどではないにしてもね、
味方4人に負けるっていうこの盲目はやっぱりどの局面においてもね打ち損はないかと思います。それに充電だったりトラカイイシュメールを採用する際のちょっとしたね手助けになるバフだったり呼吸だったりとね、どの局面においてもとりあえずは使えるようなバフがやっぱついてくるので、この荷重値7という点や腐らないねバフを撒いてくれるっていう点でもこの盲目はやっぱ強いんじゃないかなと。やっぱ何気にねダメージ量増加だったりそのダメージに直結するそういうバフを撒けるっていう貴重なエゴの一つでもあるので、今回はこちらの盲目の方を上げさせてもらいました。そして4つ目はですねこちらの永続ですね。まあ比較的最近ね実装されたこちらのファーストのエゴなんですけど、これがね振動パーティーだと今回なかなか悪さするんじゃないかなと。というのもやっぱ振動って混乱のねそういうあれを上げてくじゃないですか、敵の混乱しやすくするよみたいなデバフなんですけど、鉄道ってそもそもどれだけねそのボスを敵を早く倒せるか、つまりどれだけね敵を早く混乱させて体勢を下げてね殴っていけるかみたいな話に繋がってくると思うんですよね。なので今回この永続を上げたんですけど、ぶっちゃけて言えば他のね振動エゴも結構これに並んでくるんじゃないかなと思っています。最近やっぱ振動のね環境が整ってきたっていうこともあって、さらにねこの永続自体がかなりねシャレにならないダメージを出せるので、やっぱダメージレースどれだけね短いターンでダメージを突き詰めていけるかっていう話になってくると、ダメージ目的でねダメージを出すためだけにこの永続を打つ人も多いんじゃないでしょうか。まあ何気にこのね精神消耗量自体が低いこのエゴっていうのは短いターンで決着をつける鉄道のねコンセプトにも結構マッチしてると思いますし、まあさっきも言いましたがねコイン4枚のワウ、単純なダメージっていうのが今回の鉄道で猛威を振るんじゃないかと。まあ振動がねどれだけ鉄道に通用するかっていう点で見ても結構個人的には期待したいエゴではありますね。そして最後5つ目はダークホース羽ばたきでございます。今回のねサムネを見た時に薄々感じてた人もいるんじゃないでしょうか。はい、こちらもういろいろ能力があるんですが、究極のこと言ってしまえばこちらコインの再使用、これが今回どれだけぶっ刺さるかっていう、まあ言ってしまえば羽ばたきゲーになってくるんじゃないかっていう予想はしてるんですよ。表面が出るたびに精神力が削れてって、だけど表面が出れば最大で5回、つまり混乱状態もしくは斬撃弱点のね敵に向かってこの羽ばたきを打った時に下手をするとねとんでもないバカみたいなダメージを出してくれるんですよ。ただ精神力がね減ってくと表が出にくくなってくる、最大回数殴ってくれる可能性もかなり低いので、今後の鉄道もしねターン数を意識する人にとってはかなりギャンブル、羽ばたきギャンブルゲーになってしまうんじゃないかっていうちょっと危機感も感じているんですよね。鏡ダンジョンとかでもねボスに対して1000ダメージ以上出してくれるっていう局面がかなりあったので、そういう意味でも今回は羽ばたき表が出なければリセットみたいなプレイヤーが増えてきそうだなこれ。まあでもやっぱそうなってくるとなるべくイシュメルのね精神力を45にした状態で最低でもねまあ打ちたいっていう場面もあると思うので、そうなってくるとねさっき言った水袋だったり盲目だったりね精神力を上げてくれるエゴを先に打った後に羽ばたき、そして敵を倒すみたいなムーブがね今回もしかしたらターンを縮める一番の最善の方法かもしれませんよね。はい、というわけで今回個人的にね今回の鉄道で輝きそうなエゴを5つ上げさせてもらったんですけど、まあ結構ねやっぱ最近エゴが増えてきて、鉄道ってやっぱそのいろんなボスがねそれぞれのギミックを持って出てくるじゃないですか。なのでもしかしたら要所要所でね最善のエゴっていうのは変わってくると思います。ただ今回挙げた5つっていうのはどのステージにもね連れてっても絶対輝いてくれると思いますし、最近追加された永続だったりね羽ばたきに関してはとんでもないダメージを出してターン数を縮めてくれることに期待していきたいなと。まあそうなんですよね、やっぱ実際初見の敵がほとんどだと思うので、まあメインストーリー6章敵プラス今回の PV に映ってた幻想体、まあそのね人格連れていく人格とのやっぱシナジー等々もあると思うので、皆さんもね
今回のこの動画を一応参考にしつつ、自身でね組んだ鍛え上げたパーティーで今回鉄道4号線バナーゲット目指してね頑張っていきましょう。というわけでね、今回の動画この辺で終わっておきたいと思います。また次の動画の方でお会いしましょう。バイヤギ。